こんにちは、みゆです。今日はまた質問の方を募集したんですけど、ちょっとこれ新しいですね。男性限定っていう、まあ私のそのフォロワーの皆様っていうのは女子のみんなが多くて、まあでも今回男性限定で、男子が思ってる女子には言えないことっていう、珍しく男性限定の質問を募集したので答えていきたいと思います。面白そうやなこれ。いや、どんな意見来るんですかね。彼女が妊娠してるかもの衝動を教えてください。どういうこと？彼女が妊娠してるかも。あ、知れない時の。あ、最初のあれ？つわりとかじゃん。っていうかもう妊娠検査薬させてよくない？それは。もうそもそも。デートとか行った時に鼻くそとかついてる時ですよって。もうそれは言ってあげた方がよくない？まあ逆にその方がいい。なんかついてたり、なんかゴミとか、歯とかついてたりするやん。もう言ってくれる人がいいわ、みゆ。なんか思ってんのに言えへんみたいな。逆に愛情なくない？言ってあげるのが愛情じゃない？それも可愛いみたいな、取ったるわぐらいの人がいいわ、みゆ。なるほど。うん、それ取ってあげるみたいな。それいい男やな。感じの人じゃないと無理や。好きな子を犯せませんやって。犯すっていうのはもう相手が気持ちが一致してない場合やからね。好きな人やったらもう犯すとか犯せへんとかじゃないからね。から向こうを同意させたらいいと思います。で、犯す風だね。犯すってかやられへんってことなのかな、うん、それは知りませんけど。男は浮気癖とか言う割に、女もだよね、だって人間だもん。別に男とか女とか関係なく、浮気する人はするから、別に男やからとか女やからとか関係ない。浮気するやつは浮気するし、せえへん人はせえへんし、その人の本質によるよね。エッチは演技ですか？いや、ミユは演技せえへんけど、演技する人もいるんじゃない？中には。無反応もおかしいやん。微妙やなって思うことは全然あったけど、演技はそんなせえへんかな。たまに太ももに毛が生えてるのは言えないです。普通に脱毛行ってくれへんって言ってよくない？あ、これめっちゃ着てるで。あそこ臭い。あー、まあでもこれ結構着てるわ。結構バーって見たら。でもあそこ臭いのはマジで、あ、なんかこれ私もしてることなんですけど、洗浄に行ったらいいと思います。膣洗浄。まあ生理ってまあ月経あるじゃないですか、月に。それが終わった後ってどうしてもこう血の名残の匂いするやん。だからその後にミーは絶対行ってんねんけど。そうなんですか。あの、洗浄したらその洗ってくれるやん、病院で。だから無臭になるんよ。だからミーは常に無臭、ずっと。失礼やん、相手に対して。その匂いっていうのはさ、だから多分その匂いは結構重要やと思うけど、男からしたら。知らなかったです、それ膣洗浄っていうことを。膣洗浄はもう絶対行ってください、女子は。いくら顔が可愛くても、あそこが匂い臭かったらもう冷められるんで、男に。また名言ですね。うん、膣洗浄、ハッシュタグ膣洗浄ハッシュタグ膣洗浄で。女子ってエロいの？いや、もうそれは人それぞれやと思います、ほんまに。タイプな子を見るとそのことエッチしたいなって思ってしまう。まあ別に普通じゃない、かっこよかったらエッチしたいなって思うのと一緒で、まあもう彼氏がいない時の発言ですけど、これは。お尻の毛がすごい、ほらやっぱり毛とかやって、まあ、なんか私はもう男に惹かれるっていうことは全部やってきてるつもりなんで、なんかその脱毛とかも全身脱毛してるし、 VIO ももちろんやし、やっぱ O のお尻のとことかに毛生えてたらやっぱドン引かれるらしい。だからそういうとこも全部脱毛してるし、そういうの結構そういうのは気をつけてるかな。口臭と脇の匂いがする。いやー、もう匂い系やね、やっぱ。強いですね。まあでも脇がやったら言ってあげた方がいいんじゃない？そういう脇がもう直せるし、別に。で、口臭もさ、いや、全部言ってあげた方がいいと思うけどな、その、あそこの匂いとかも。ほんまになんかその人と一緒に降りたんやったら、ちょっと匂うから病院行った方が良くないみたいな。まあそれ言われへんか。傷つくよな。傷ついちゃうんすね。っていうかさ、別にさ、臭かったら自分で分かるくない？なんか生理の後とかさ、あ、匂うなって思ったら、なんかそういう洗浄したらいいと思うし。結構してる人多いんじゃないかな、分からんけど。エッチを誘っても性欲がないと言われます。そういう時期あるんですか？へえ、なんかみゆ、エッチ断られたら他でするかも。断られたらっていうか、気分じゃないとか、そのしんどいとか言われたら別にいいけど、なんか毎度毎度断られてたら、あ、じゃあそ他でもしていいってことなんかなと思わへん？まあ確かにそれはそういうことで。いや、なんかそのしんどくてとかやったらわかるけど、毎回断ってきてたら、それはなんかどういう意味で断ってんのって思う。お前ほら、匂いやって、脇の匂い、口の匂い、あそこの匂いめっちゃきてる。なんやかんや、女の子って全員自分が一番可愛いと思ってそう。ある程度は思ってるんじゃないですか。タイトな服は必ず後ろ姿か下着ラインを確認しちゃう。すみません、スルーで彼女がキャバ嬢で枕をしないかいつも不安です。もうそんなに不安なんやったら上がらせてあげたらいいと思う。
枕してんのかなとか、ほんまになんか誰とも関わらせたくないんやったら上がらせてあげたらいい。まあでもさ、分かるくない？大体付き合ってたら、一緒に住んでても住んでなくても大体行動で分かるやん。不安やったとしたらずっと囲ったらいいんちゃいますか。自分が格好つけてるけど実はあんまりお金持っていない。うん、シビアですね。パイパンにしてほしい。そう言ったらいいじゃない、パイパンにしてほしい。なぜ LINE とかで駆け引きがいるの？素直に好意あると分かられたらブチられるんですか？もうそんなやつ絶対無理。みゆもめっちゃ駆け引きすんねんけど、その付き合う前とか、なんかこの男落としたいなって思う時は駆け引きするけど、その付き合って駆け引きがいるような男の人とは付き合いたくないから、なんかしんどくない？こういう風な感じでしたらどうなのかなとか、いちいち駆け引きされるのも面倒いし、すんのもだるいから、もうしたくないな、みゆは。最近パパ活港区女子が流行っていますが、言い方を変えただけただの遠行だと思います。うん、まあそうやろな、パパ活ってまあそういうことじゃない年下のくせにマウントを取ってくる女。何のマウントを、年上でもマウント取ってくるやつはマウント取ってくるやろ。生理かどうか聞かれて、生理だった場合に気を使われるのが嫌かどうか、聞かれるのが嫌かどうか。普通に別に聞いてきていいよ、生理聞いてきていいよってか、みゆの場合な、嫌とかなくない？そのなんか、あーでもなんか初回で生理とか聞かれたらビビるけど、付き合ってる人に生理って聞かれるのは全然。彼女が太った時になかなか言い出せません、どう伝えるのがベストですか？ちょっとプニプニしてきたみたいな可愛い感じやったら別にまあ良くない？自分には甘々な彼女が、友達には重たくて疲れるわって相談されてますそれはショックですね。ネイルとか頑張っても男子はさほど興味ないです。それは別に彼氏のためにやってるんじゃないんじゃないですか。彼女との体の関係に満足できず他の方としちゃうこと。もうそれは女子も一緒やけど、セックスが合わへんかったら浮気してもんじゃない。そのみゆ飽きるっていうことがないから、セックスが合ってたら浮気せえへんと思うねんけど、どうなん。女子と男子はちゃうから、まあ別にセックスが合ってなくても、合ったとしてもしたいんかな、違う人と。まあ分からん、その人によるんやろうけど、そのパートナーのどこがいいとか、そういうのを追求して頑張って極めたらいいんじゃないですか。エセすぎよりは少し肉付きがいい方が男子は好きということをダイエットし、女子には言えない。まあまあまあ、そうすぎもよくないね。この男が言うこのちょっと肉付きがいいって、どのラインなんだっていう問題ありません？まあ確かに確かに、嫁と子供いるけど他の女性と遊びたい、やばい。結婚してそれバレたらやばいですよ。自分のパートナーにバレた時にどうしようって思ったらいいんじゃない。めっちゃタイプって思ったとしてもさ、バレてみたいな感じで思ったらさ、それをバレへんと思ってやるから浮気なんか。うん、そうですね。バレるくない？でもあれ、みゆ気づかんわみゆ気づかん、みゆは気づかんわ。でも確かに何考えてるかさっぱり。もうそれは男も一緒でしょ。生まれ持ってやから仕方ないけど毛穴気になります。まあそれはまあまあそうやな、エステ行かなしゃあないよね。でもそんだけ言うんやったらエステ行くお金とかあげたら、脱毛行く、確かにお金とか、確かに自分は大丈夫って思う。それみゆはさ、仕事柄全部ちゃんと完璧にこなしてるけど、そ昼食の子とかってそういうなんか脱毛も高いしエステも高いし行かれへんやんか。それをやってほしいんやったら女子にそのお金をあげてがよくない？いやもう今全昼食女子が拍手してます今って思うけどな。男くらい積極的に来てほしい時もある。あ、みゆはめっちゃ積極的で最初とか。もうどうやったらセックスにたどり着けるかみたいな。たどり着けるかというか、なんかそのもうめんどくさくない？なんかもうそのなんか家庭もめんどくさいし、もうさっさと誘ってほしい。付き合ってからじゃないとどうのこうのみたいな。会わへん人と付き合いたくないし、こっちはさ。みゆさんそこが男っぽいですよ、ね。もうさっさと始めたい。さっき好きになって微妙やったらめっちゃ嫌やんか。好きになる前になんかそれを体感して。早く、だから積極的というか、もうみゆはなんかそういうタイプやから早くお願いしますって。酔っ払ったら簡単に体を許すのなんでですか？いや私は絶対ないですけど、そう酔っ払ったから間違えてこの人とやっちゃったみたいな感じのことはないかな。仲良かった女子に告って振られた後友達関係を切る女子激ウザ。でも気まずくない？友達だと思ってた男に告白されて嫌やってあんまり言ったら、その後遊ぶの気まずいんやけど。告白したらまだわからないから1月末まで待ってって言われた。待って何か言われるのかな。待ってとかないと思う正直。待ってってそのなんか1ヶ月でなんか変わんのって思う。思ってることを素直に伝えてほしい。いやみゆはその逆で、思ってることを素直に伝えすぎて結構ぶつかる。それが自分のあかんとこやなと思うけど、言いすぎも良くなくない？思ってること全て言ったらいいってもんでもないやんか。
でもまあそれがみゆさんのいいところではあります、ね、いいとこでもあるけど悪いとこでもあるやろ。まあまあ難しいラインだよ。喧嘩になる。だからすごいなんかムカついて、なんかこれムカつくこれ嫌やと思って言っちゃうから、それ別に言わんでよくないみたいなこととかあるやん。なんか別にこれ言わんかったら喧嘩なれへんのにみたいな、うんうん、間がいいですね。そう間がいい。同棲してる彼女じゃないしでオナニーいっぱいしちゃいますって。まあ別にしてもいいけど、そのパートナーとせえへんのって思う。別に会ってない時にする分にはいいと思うんやんか。なんか一緒におるのにされたらそういうプレイでよくないって感じ。目の前でやれよって感じ。それやったわかる。なんか隠れてやるんじゃなくて、それやったら目の前でせえよ。女の好き好き言ってて別れようってなるやつなんなのよ。分からん。でもなんか女子はほんまに、みーもそうやけど、めっちゃ好きで付き合ってて、なんかのきっかけでこいつこんなありえへんみたいな、最低みたいな、自分の中でなんかそういうラインがあって、そういうきっかけがないと嫌いにはなれへんかな。簡単に嫌いになれへん。とにかくわがまま。それはもうわがままな女の子と付き合ってしゃあないわ。みゆみたいな優しい人しか無理やな。そっといて未読無視するやつなんなん。付き合われへん。みゆはなんか一日未読のやつとかおるやん。まあいますね。信じられへんわけ。もうその時点でもうなんかもうそういう目線で見られへん。もうそもそもみゆレスポンス悪い人が無理やから、なんかそういう男のあれから外す。女の子はどういうので惚れるんですか。最初は顔、最後は中身やけど。可愛いって信用していいんですか。うん、可愛い。みゆもなんか好きな人とかによく可愛いって、可愛いって言いません。なんか愛おしい人は可愛いって感じ。1週間セックスやれなかった、一人でやってるのが気になる。状況によるけど、まあ1週間に1回はちょっとね、少ないですけどね。エッチで女の子ばっかりいて男はなかなか行かないです。まあそれはしゃあない、男は1回勝負やから。彼女と寝てる時たまにいびきうるさくて寝れない。鼻、つまんであげたらそれは。彼氏作ろうと思えばすぐできるのに、作ろうともしないで彼氏欲しいっていう癖は何ですか。あ、だから誰でも欲しいってわけじゃなくて、自分のタイプの好きな人の彼氏が欲しいってことやろ。ただ単にちょっと友達でいるのが辛い。みゆずっと友達でおったら結構もう無理やな。男友達と付き合うことはない。なんかもうセックス気まずい。なんかもう最初の段階で勝負かけとかないと、勝負かけとくというか、そのだからずっと友達でなんかどうやってしようってなるんって感じ。いざセックスしましょうみたいな、おかしくない。なんかみゆはもう出会ってもう初期段階の感じでいい感じにならないとないかな。後からなんか後日やりましたみたいなのないな。あざとい系に騙されないぞと思っていても騙されるのが男です。じゃあない、あざとい女子モテるからね。見返りばかり求めてくる女子。見返りって何の見返り。なんとかしてやったやろうみたいな、まあ、それはでもあかんな、付き合ってる上で。男性がパイパンでも大丈夫ですか。ちょっとみゆは嫌。みゆはちょっとパイパンの人嫌。泣けばいいと思ってるやって。わからん、みゆ演技で泣けへんからわからんけど、それは傷つけてるんじゃないんですか。じゃあ2人でご飯とか地方に行こうって言われたら脈ありですか。脈ありやろ、そんなもう確定やん。地元が同じ先輩とデートに行った初日にセックス。おめでとうございます。おめでとうございます。手をつないだけ立っちゃう時がある。童貞ですか。セックスの時はすっぴんでいてほしい。まあまあまあ、初回以外は全然いいでしょ。嬉しいのか嬉しくないのかわからないテンションで妊娠の報告されるの困る。みゆは逆で、向こうがあんまりのテンションやったら絶対嫌やん、ね、ていうかもう2人が一致して作ろうって言った時にならないと作れへん。そんな木のレベルが違いすぎる。まあそれはちょっと、もう木のレベルが異なってきた時は別れた方がいいと思うな。なんか女の方が好きすぎるとか男の方が好きすぎるとか、バランスが取られへんくなったら別れた方がいいと思う。どっちかが不幸になると思う。それは実は MO です。M ってどういう M。 セックス中には全然いいけどな。どういう M なんやろ。それは LINE のトークをストーリーに載せるのなんなん。見せたいんじゃないですか。ヘラの時歯が当たって痛い。もうそれ言ったったらもう痛いよって、女子のおならを聞いたことがありませんやって。目の前でしてたらヤバくない。逆でそこは女子も努力してますからね、なんやかんやきつい性格の女の子がモテる。そうなのかな。女子の可愛いは大体微妙。なんとも言わない。このように逆難はなぜないのか。逆難はちょっと声かけるのは無理やな。タイプでも返信早くしてほしいくせに自分は遅い。それはダメですね。やってるとき足の指舐めたいって。舐めてください。じゃあ勝手に女子に飽きていよいよ誰でもいいかも。女性に飽きていよいよ誰でもいいやって、もう違う領域展開開いてね。彼女いるけど元カノと復縁したいやって。やば、もうそれは速攻別れてください。じゃあ乳首に毛が一本生えてたときそれは嫌やな。女の勘は鋭い。もうそれは間違いない。妻が嘘をついて知らない男とお約束してました。しかも2回です。そんなもん。いやそれはもうあかんやろ。結婚したら余計。
彼女がキャバ嬢なんだけど毎日ベロベロで帰ってくるのがだるい。もうそれは別れた方がいいと思うわ。それが仕事やから彼女の。化粧品はそんなにブランドものじゃないといけないんですか。いやそんなことない。13でまだ童貞なんですが早くやりたいなって思ってます。どうしたらやれますか。やれるやろ別にそこら辺の人と。あそうですね。選ばなければ追われるより追いたい。もうまあまあでも男子は基本的にそうなんじゃない。来られたら無理なんじゃない。もうなんか追いたい生き物なんじゃない男っていうのは。ミユは完全追われたいから、そのあんまり自分が好きすぎるのがちょっと嫌やねんけど、向こうの好きの方がでかいぐらいの人じゃないと嫌やなミユは。でもやっぱ男はやっぱり好き好き来られたら無理らしい。女の子は自分のあそこを見ることがありますか。ないやろ。どうやって見る。鏡で見たことない。ぶっちゃけ女の子あんとか言ってるのは女だけ。男はバレてもいいと思ってる。やばいやろ。バレてもいいって思ってる時点で無理やわ。浮気されてることを知ってるけど自分の浮気も知られてるそうで怖い。それはどっちもどっちでしょ。エッチまでの雰囲気。え、雰囲気って普通に部屋入ってまあ適当に喋って最初ってことやな、うん、適当に喋ってもうベッドインしてチューから始めたらいいじゃないですか。雰囲気とかなくない。もう始まるくない。そこなんかいつ始めるんって感じやねんけど、それやったらさっさと始めてくれって感じ。最初お持ち帰り OK がダメか、やめません、何かサインなどあれば。いやちょっとなんか1回目やからとかなんやかんや言ってるけど、まあいけるやろ。とりあえずその映画見ようとか言ってよくない。でやっちゃえばやっちゃえばとかやっちゃえばいいんじゃないですか。抱いたら勝ちやって。結婚しようと思って相手いなくて今年32歳の年です。焦りどうしたらいいですか。 Tinder やったらいいセックスができるかどうかは男性次第的なのが風潮。女性と男性努力が必要だと思います。まあそらそうやろ。両方そらそらはお互いこの人のどこが気持ちいいんかなとか、それは研究するべきやと思うで。素直に気持ちを伝えられない、それはもう言ってあげてください。もう女子はやっぱ素直に言われた方が嬉しいから、好きとか大好きとか可愛いとかそういう思ったことは口に出してあげた方がいいと思う。言葉とか LINE とかでもやっぱだんだん言えへんくなるやん男って。さなんか変わっていくじゃないけど、その最初は言ってくれたのにっていうのはやっぱ女子は持ってるから、そういうのは言ってあげた方がいいと思います。女が言う高身長好きイコール男が言う巨乳好き、まあそんなもんやろな。ミヤも高身長がいいしそんな感じだよな男からしたら。こんなもんかな。はい、こんな感じで男子が思ってる女子には言えないこと、まあ結構匂い系とか系とかが多かったですね。まあまあそれは女子の皆さん気をつけていきましょう。ほんまに同じ質問ばっかりやったよな。はい、じゃあこんな感じで今回は男子が思って女子に言えないことやったんですけど、次は女子が思ってる男子に言えないことをやってみたいと思います。この動画が出た後に。結構それの方がえぐくない。えぐいと思います。なんか共感もできるし、まあこれはミーは女子目線で答えたからあれやけど、まあ次もそんな感じのことやっていきたいと思います。じゃあ最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。